よろしくお願いします。ショーイクエスト2分切り巻きやっていきます。失礼しました。とりあえず、角交換中飛車ですね。今のところ、流行りそうな感じが全くない戦法でございますね。まあ流行らないものは流行らせればいい。今のところ流行りそうな感じでは全くしないです。でもまあ強いってところをちょっとお見せしましょう。とりあえず攻めの形はだいぶ整ってましたね。まあ飛車引いて金を左に上げればこれで完成ですね。まあ囲いをまあね、まあ4、6歩ついたりとか銀冠するとね、こう相手こう2筋回ってきたりとかして面倒さいこと起きるんですよね。とりあえず攻め手がないので手待ち状態ですね。囲って手ないんだな。まあ5五歩と位を押さえとこうかね。同歩同飛車追っ払って回るか。まあこんな感じかね。向こうは銀冠の急所の2筋回って取るのか。これはあーと、なんかこれで銀遊んじゃうんだよな。銀バサミ食らうんだよな。銀バサミ食らうだろう。これ銀バサミ食らう前に仕掛けましょう。あ、銀バサミですね。ロドカをどうなり捨てからの白地、まあ、両取りですわね。まあ、駒損しましたけど、馬作れるんでね。おう、そうですか。お、玉の早逃げなんちゃらの得ってやつですね。やっぱ突き捨てといて。突き捨てからの？あー、と金同金は、角打ってくるやつなのかな。まあ、そんな小賢しい手には引っかかりませんよと。おおほう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 。おー、なるほどね。ちょっと、お馬さん邪魔なんで。おー、ちょっとラッキー。金とかして竜作りたい。まあいいや、飛車捨てよう。飛車下ろしの飛車また下ろしてこねえかな。端か。金運とほう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 。ぬるいか。いや、ぬるくねえぞ、これ。時間ねえぞ、これ。お、玉の早逃げなんちゃらんとく。ワンチャン。え、これ、罪あんじゃないの？ピエンだ、ピエン。見えねえ、これ。謎の、まあ、ひたただ、ありがとうございました。すいませんでした。